では発表する。今年のチャンピオンカーニバルに我がジムからジュニアライト級木村達也が日本タイトルマッチに初挑戦する。これだ。木村さんと久美さんのお兄さんが戦うから。あの時すいません、きっとこれから幕の内さんとは会えなくなると思います。え、なんでどうして。あ、じゃあこれで。久美さん、いや、でもこればかりは仕方ないよ。僕はやっぱり頑張ってください、木村さん。無理すんな。彼女とこれからって時に気まずくて悪いんだがよ。あの兄貴をタコ殴りにして王座から引きずり下ろしてやるぜ。そうですね。ここに来れば会えると思ったぜ。頼みがある。俺に力を貸してくれ。何ですか突然。試合が決まったんだ。どうしても勝ちてけど、今の俺じゃどうにもならねえんだ。俺にどうしろと。人に物を教える柄じゃないですよ。それに木村さんは弱点の見当たらない相当ハイレベルなボクサーだと思いますけどね。いや、しかし自分で分かってんだ。あいつには通用しないって。あいつ、日本ジュニアライト級チャンピオン真島亮。チャンピオンカーニバルだってのにランキング1位と2位が逃げて、3位の俺にお鉢が回ってきたってわけさ。ボクサー生活5年目にしてやっと巡ってきたチャンスなんだ。これを逃したらいつまたチャンスが来るか分かりやしねえ。ものにしてんだよ。宮田、お前はテクニックもスピードも増し倍以上だ。お前とスパー積んでけば誰だろうが怖かねえよ。どうかな。期待に応える自信もないし、さっきも言った通り人に物を教える柄じゃないですしね。俺、一つのことにこんなに打ち込んだことなんかありゃしねえ。大した成績じゃないけど自分なりに一生懸命やってきた。ボクシングが好きなんだ。だからこれだったら誰にも負けねえって自信が欲しい。何より好きなことに打ち込んだって証が欲しい。ベルトですか。そうだ。長々と悪かったな。帰るわ。木村さん、俺来年 OPBF タイトルマッチがあるんです。そのチャンプってのがアウトボクサーでね、ちょうど木村さんによく似たタイプなんですよ。スパーの相手してもらえると助かるんですけどね。よかったら明日ジムに来てくださいよ。かっこつけよ。宮田君、引き受けてくれましたかね。ああ、誰に教わっても結果は変わんねえだろうに。木村さんの実力は確かです。やってみなきゃわからないですよ。へえ。まあ相手が真柴さんだなんて、正直少し運が悪いとは思いますけど。運が悪い。果たして運が悪いのは木村かな。は、真柴さんと先輩が戦う、そしてその妹に恋している僕、複雑な状況で板挟みに苦しんでいる僕はなんて運が悪いんだって思ってるだろう。だがお前よりナーバスになってるやつがいるぜ。え、青木さん。青木と木村は同期生だ。いわば一番身近なライバルよ。そのライバルが初のタイトルマッチを迎える。置いてかれたとかそんな安っぽいもんじゃねえ。
むしろその逆だ。なんとか協力したいのに自分の力が足りないと歯がゆい思いをしてるのさ。イチローとスパーするからにはある程度のことは覚悟してくれ。分かってるつもりです。あの動き全てが参考になるぜ。そしてそれを吸収できた時、マシマのフリッカーも封じ込めるはずだ。早速ご教授願うぜ。フリッカー対策をよ。フリッカー、これですか。はい。手の出どころは多少違うけど、フリッカーなら俺も使える。よっしゃ、それ頼むぜ。それになれりゃフリッカー封じを見つけられる。無理ですよ。殺傷能力が高いとはいえ、フリッカーもジャブですからね。ジャブを全て封じるなんてまず不可能に近い。いや、仮に封じたとしてもマシバには勝てない。なんだよそれ。木村さんには重大な欠点がある。何？まずそれを知ってもらいましょう。俺の欠点だと。はい。けど同じアウトボクサー同士、ある程度の予測はできる。当たる。いけるぜ。いい動き。確かに3位にランクされているのが不思議なくらい実力はある。しかし、初日から厳しすぎるんじゃないか。身をもって知ってもらおうと思ってね。身をもってだと。大丈夫か。あんな強引に突っ込まれたら何が何だかわからねえ。それですよ。木村さんはそつなくまとまっていて、悪いところが見当たらない。だけど逆に言うと、いいところも見当たらない。そしてこれといった武器がない。相手は倒される心配なく突っ込める。何の怖さもなしにね。マシバも同じことを考えてるはずですよ。くそ、ああガンガン突っ込まれたらやりにくくってしょうがねえ。気づいていたさ、自分の欠点。言いにくいことをスパッと言いやがる。お前は悩みがなさそうでいいな。何かあるはずだ。マシマ攻略の方法が。いらっしゃい。よ。こっぴどくやられてるみたいだな。まあな。そろそろ減量だから今のうちに目いっぱいと思ってよ。スタミナと餃子でいいか。大盛りだぜ。おっさん、相変わらずうまかったぜ。当たり前よ。あの、なあ。お？いや。なんでしょぼくれやがって。何言ってんだ。俺は強くなったって言おうと思ったんだ。
今お前とスパーしたら1分で始末できるぜ。けえ、帰り討ちにしてやるわ。じゃな。おう。ありがとうございます。何かね、それは。最近の真柴さんのビデオを飯村さんに貸してもらったんです。木村さんの助けになればと思って。わかった、届け役は俺に任せろ。お願いします。先輩思いだな。いや、実は俺様も木村にアドバイスを考えていて眠れなかった。高村さんが真柴対策ですか。俺は後輩思いだからな。それじゃあ伝えときますよ。うん、頼むぞ。マシバは手が長いから気をつけろと。じゃあお先。お疲れ様でした。さて。よ、久しぶりだな。待ち伏せが流行ってるんですか。なに、届け物よ。最近の真柴のビデオだ。参考になればと思ってよ。ま、要件はそれだけよ。勝てるかい、木村は。はっきり言ってくれよ。お前ならわかるだろう。頼むよ、宮田、なんとか言ってくれよ。俺は評論家じゃないんでね。あいつ、今回のタイトルマッチを最後のチャンスだと思ってるんだ。最後？引退を考えてるはずだ。俺たちもう23だよ。5年間ボクシングやってきて、16戦以上キャリアもあるし、世間じゃ若いって言われても現役選手としちゃ若くねえ。チャンスだって何度も掴み損ねてんだ。頼む、頼む、宮田、絶対勝たせろなんて言わねえ。だけどせめてあいつに悔いの残らねえ試合をさせてやってくれ。そこまで仕上げてくれ。あいつに悔いを残させないでくれ。頼む。確かに届けますよ。真柴は基本的な型はほとんど変わっていない。しかし1階級上げたことにより無理な減量がないから体力が落ちない。10ラウンドあのフリッカーを出し続けられたら近づけませんね。今俺がやってもアウトボクシングで対抗できるかどうか。俺じゃもっと話にならねえ。距離が違いすぎる。左の差し合いは勝負にならねえよ。何かねえか、アウトボクサーが嫌がること、やりにくいと思うこと。やりにくい。ああ、ガンガン突っ込まれたらやりにくくてしょうがねえ。ん？何か？いや、これからは俺がガンガン前に出てやるからよ。より早く懐に潜り込むんだ。マシバ、マシバ、もうすぐチケット発売だろ。いい席20枚頼むよ。こぞって応援に行くからよ。
チャンピオンがうちで働いてるなんて自慢だからな。用意しますよ。俺を応援か。調子良さそうだな。これなら心配なさそうだ。心配させたことはねえつもりだけどな。老婆心ってもんがあら。なんたってよ、世界から声がかかったんだからな。世界？ WBC の5位がやりたがってる。それに勝てば世界タイトルも夢じゃないってわけだ。だが全ては今度の防衛戦だ。いい勝ち方をしなければこの話も流れてしまう。そうかい。俺は負けない。勝ち続けて敵だろうが世間の連中だろうがまとめて俺の前にひざまずかせてやるよ。俺を含めてと言いたそうだな。だが今はそれでいい。その狂気こそお前の力の源なのだから。そして今にわかる、きっとわかる。勝ち続ければ、もし世界の頂点に立てば、変わるのは世間じゃなく自分自身だということをな。とうとう懐に潜り込んだぜ。この感じだ。この感じで真島の懐に潜り込んで、潜り込んでどうする。相当練習したんでしょうね。これなら真柴の懐にも入れるでしょう。でも入ったとして、なんてこった。俺にはそこから先の武器がない。宮田はこのことを知ってたんだ。だからインファイターになれとは口にしなかった。せっかく慣れてきたのに武器がなけりゃ同じか。くそ！考えろ。考えるんだ。ボクサースタイルじゃ通用しねえ。懐に潜り込んでその後どうするかを。顎かボディか。当然顎だ。真柴のとんがった顎は唯一と言っていいくらいの弱点だ。しかしいきなり狙って当たるもんじゃねえ。何よりあの上背だ。パンチを届かせるのも難しい。だが俺には武器が。今やるよ。すっげえジャンプ力だな。こんなところまで届くのかよ。あ、こんなところまで、こう描いて届く。こんな高さまで。1週間以上も顔を出さないで、もう別のスパー相手を頼んじまったぞ。今頃来ても用はないぞ。いや父さん、用があるのはあちらの方らしい。今までと雰囲気が違う。木村さんは何かを狙っている。しかし何だ、何を狙っている。やばい。お
ダメだな。カウンター取られちまった。カウンターじゃない。闇雲に打ったパンチがたまたま当たっただけです。もしそのパンチが完成していたとしたら、こうして見下ろしてるのは俺じゃなかった。そして、間違いなく、マシバも。なんてナイスなポスターなんだ。キャッチフレーズが最高。痺れるぜ木村の後ろ姿。そこまで笑うことはねえのに。チェ、撮影の時後ろ姿だったから変だと思ってたんだよな。免許改伝ってわけにはいかなかったが、弟子入り終わって帰ってくりゃこれかよ。君死刑にされるんだよ。こんなこと書かれて悔しくねえの？結構じゃないですか。ただし死刑になるのはマシバだけどな。何か作戦でも？作戦つうより必殺技か。おお。まあ名付けてドラゴンフィッシュブローってとこかな。ドラゴンフィッシュブロー。まだ完成とは言えねえが、あとは煮詰めるだけだ。練習相手頼むぜ青木。一方おう、任せろ。頑張りましょう。高村さんもお願いします。竜で魚、魚だけにギョッとするパンチだったりして。よし、練習だ。やりましょう。本当にお夕飯これだけでいいの？減量中だからな。走ってくる。その間に飯済ませとけ。え？減量に入ると遠慮して食わねえじゃねえか。試合やるのはお前じゃないんだ。あ、うん。もうすぐだね、試合。頑張ってね。お前の知り合いらしいが手は抜かねえ。負けるわけにはいかないんでな。わかってる。試合だもの、仕方ないよ。クミ、見てろ。俺はどんどん上に行く。今にお前が自慢できる世界一の兄貴になってみせる。じゃあ、行ってくるぜ。頑張るんだよ達也。お前今日勝てば日本一だろ。まあそういうことになるのかな。でもまだ早えよ。店閉めたら応援に行くからな。ああ、それなんて花だっけ？シネラリアだけど、どうかした？ああ、知った花の名前ぐらい知らなきゃと思ってさ。じゃなきゃ胸張って後継げねえじゃん。ああ、ああ、なあ一方、不思議に思ったことねえか？え、木村と俺は同じ体格なのに、なんで違う階級なのかって。同じジム同士での試合になると困るからですか？プロテスト前、木村がジュニアライトでやると言った時、俺は何とも思わなかった。でも試合が近づいて減量を始めると辛いのなんの。ライト級の俺でさえ辛いんだ。木村はもっと。あいつは愚痴も恩着せがましいことも言ったことないけどな、一つ勝つのに俺の倍苦労してんだ。でもそれなら勝った時は倍嬉しいはずですよ。ああそうだ、それがタイトルマッチならなおさらな。ベルトを巻いたらあいつやってくれます。きっとチャンピオンになってほしいよな。そろそろ時間じゃ。お、あん、どうした？
計量の時の真柴の目を思い出してた。人間の目じゃねえぜ、ありゃ。今さらビビってんのか、開き直れよ。どんな目してようが真柴だって人間だ。会長、みんな聞いてほしいことがあるんです。言ってみろ。俺、試合前はいつだって限界まで練習してきたつもりです。でも違った。限界と思って自分に甘えてました。今回こそ限界を超えられたと思います。だからどんな結果になろうと後悔しないし、むしろ納得できると思います。負けたら引退します。木村さん、だってそれ以上言うな。うちのジムに来て5年か。決断をするにはいい時期かもしれん。君ら、お前が決めることだ。ただ俺はお前を5年見てきた。今日はその集大成を見せてくれ。日本屈指の王者にお前の5年間をぶつけてやれ。頑張れ。ここに戻ってきた時は君がチャンピオンだ。俺がセコンドつくからよ。大船に乗ったつもりでいろやな。木村さん、しけた顔すんなって。負けたら引退っつったんだ。勝てば現役続行さ。5年間16戦12勝 8KO3 敗1分け、その全ては今日のために。震えが込み上げてくる。当然だ。ビビってるわけじゃない。俺の初のタイトルマッチだからだ。行くぜ、夢の舞台へ。憧れ続けたタイトルマッチのリングへ。元気出しやがって。意外に地に足がついてるって感じですね。宮田君、今日の試合どう思う？予想か。木村さんが本来の実力を存分に発揮できれば面白くなるだろうな。そうだよね。領有コーナーへ分かれます。あとはゴングを待つばかり。緊張の一瞬、判決はいつ下るのか。死刑か、それとも逆転無罪か。さあ、ゴングが鳴りました。達也、さあ、挑戦者がコーナーを蹴る。日本タイトル磨けてまっしぐら。そしてチャンピオンは独特のヒットマンスタイル。死神の鎌が左右に揺れている。ジャブが来る。かいくぐるんだ。宮田とやったスパーを思い出せ。よし、外した。左の軌道が変わりやがった。的を散らす。小刻みに体を振る挑戦者。しかし自在にホーミングし着弾するチャンピオンのフリッカー。なんて左だ。確かにアウトボクシングじゃ勝負にならねえや。改めて思い知ったようだな、マジバのリーチの脅威。僕もそうでした。見るのとやるのじゃまるで違って。泣き言なんか言ってられるか。実際あれをどうにかしねえと。やるしかねえ。一度ダメでもトライし続けて必ず懐へ。また始めやがった。アウトボクサーと聞いていたが、要するにインファイトがやるっていうわけだ。いいよ、やれるもんならやってみな。ちょっと踏み込めない。強引に入るなって言ったろ。リズムだよ、リズム。捨て身のつもりか。今のファイターに何ができる。そんなに簡単に攻略できるほど俺の左は安っぽくねえ。ロープギャグ使った。行こう。逃げろ、キムラ。逃れた。かろうじてピンチを出した。
挑戦者の顔が。マシバの左はスナップを効かせて撃つ。一発一発の重さはねえが極端に腫れる。もらい続けると目が塞がるぜ。そうなったら足使え。ジャブついてリズムを立て直すんだ。聞こえたかい。無理しねえで本来の戦い方をしなよ。勝てってそれも通用しないかな。挑戦者下がらない。分かっていった。よけろよけろ。あくまでインファイトかよ。捕まった。またしても時神の貴様が挑戦者を切り刻む。それダメなんだよ。挑戦者逃げる。精一杯の抵抗か。聞いちゃってる。チャンスだ。え、マシバは右をまだ使っていない。左で相手をコントロールする試合の組み立てだ。右で倒そうと思えば倒せるのに。なんで。明らかに世界を意識した戦い方だ。野郎、木村を実験台にしてるな。実験台。好都合だ。フリッカーのみで来るのなら今のうちに体で覚えればいい。でも試合中に覚えるなんて無理だよ。遠くて見えねえのか、木村さんの目が。パンチのスピードとキレは宮田と同じ。違うのは角度。角度さえ読めれば。避けた。やっと綺麗に入った。倒れるか。持ちこたえた。第1ラウンド終了。10対9。チャンピオンの一方的なラウンドです。ふぅ、危ねえな。はい、一発だぜ。3分か。よく粘ったじゃねえか。3分だと。たったの3分なんぞ平でもねえよ。なんたってこちとら5年も粘ってきたんだ。大丈夫か。相当もらってたぞ。おい、そんなにまくし立てんなよ。やっぱりあいつファイターにも強えんだよ。今からでも作戦変更しようぜ。最初から3分間であいつの懐取れるなんて思ってねえよ。10ラウンドじっくり行こうぜ。そうは言ってもよ。確かに強いだが予想以上じゃねえ。まあ見てろよ。セコンド。5年間粘ってきたか。なぜ俺が死神と呼ばれているか。6人のボクサーが俺と戦って引退してるからなのさ。そして貴様で7人目だ。歯が立たねえ。そんな。一発だってまともに当てられねえんだ。あんなに努力したのに。リプレイのように1ラウンドから挑戦者全くいいところなし。唯一違ってきたのはその顔。刻一刻と死刑執行の時が迫っています。達也。倒れた。挑戦者この試合初のターン。左手1本で6ラウンドか。意外と手こずっちまったな、木村君。あった。挑戦者かろうじて立ち上がった。そしてここで6ラウンド終了。木村さん、達也君立ちましたよ。八木さん、達也は。大丈夫か。あの子は私のせいでグレてしまったんですよ。小学校5年の時です。上級生にいじめられて傷だらけで帰ってきたんです。苦情を言いに行ったんですが、相手の親の勢いに負けてしまって逆に謝ってしまった。それからです、あれの親を見る目が変わってしまって断ることに反発し、中学に入ってからは家庭内暴力など日常茶飯事でした。セコンドアウト。世間様にも迷惑をかけて知らぬ間に高校も辞めてしまい、手がつけられなかった。ところがある日、達也の暴力がピタッと止まって、私らはほっとしました。どうか長続きしてほしいと思いました。ええ、頑張ってますよ。手のつけられなかったあの拳は、
今一つの道で日本一にまで挑んでいる。息子の拳は立派になった。私はまた同じことを。親の務めを放棄するところだった。母さん戻るぞ。はい。インファイトに持ち込んでる。達也チャンピオン嫌がってろ。もう7ラウンドだ。これ以上手こずっちゃ世界運なんて言ってらんねえ。どうして急に飛び込めるようになったんだ。足の引きつけさ。よく見ろ。左に合わせて右ボディ。うるさいジャブを抑えて飛び込んだ場所は左ボディを狙う絶好の位置。それにしてもなんで今頃やれるなら初めからやれってんだ。待っとったんじゃ。マシマも打ちっぱなしではスピードが落ちる。サンドバッグみたいになってそれを待ってた。知力で勝負の木村のことを戦略を練るあまり消極的な試合もしばしばじゃった。ええ、初めて見ますよ。これほど危険を冒しまで前に出る木村の姿。木村、俺には分かるよ、お前のむき出しのファイトっぷりが。俺たちはボクサーとしては崖っぷちだもんな。周りが上に行くのに自分だけがいつまでもうだつが上がらねえ。引くに引けねえ理由ってのはあるよな。離れろこら。離れねえ、絶対離れねえ。この世界で5年間飯食ってきても自信もプライドもねえよ。だけど一つだけあるんだよ、ごく身近によ。どんな相手と戦っても前に出続けてチャンピオンになっちまったやつがいるんだよ。意思ってもんがあるから負けられねえよな。第7ラウンド後半、ここに来て挑戦者の必要なボディ攻撃にチャンピオン防戦一方。真柴さんのガードが下がってきた。あ、顎が巻き起こる。木村コール、ジュニアライト級王座に君臨してからチャンピオンがここまで苦戦するのは初めて。ポイントは劣勢ながら期待感が盛り上がる。お父さん、こんなにも大勢の人に応援される男になったのか。私はお前のことを誇りに思うぞ。第7ラウンド終了。大前線の挑戦者。ボディ攻撃は次のラウンドもしつこくやってくるだろう。だがバカの一つ覚えの攻撃じゃ通用しねえことを思い知らせてやるよ。完全にマシマの注意は下の攻撃に集中してくれた。ようやく下ごしらえができたよ。あと一発。5年間長かったよ、その全ての思いの丈よ。気の遠くなるほどの思いを込めた一発を打ち込むだけだ。第8ラウンド、巻き起こる木村コール。果たして判決はどちらに言い渡されるのか。舐めていた。あの目をした奴に勝つには全力で意識を断ち切るしかねえ。意識も何度も飛んでるだろうに目だけは死んでねえ。けどそれも限界に近い。このラウンドが勝負だ。誘ってやがる。いいぜ、付き合ってやるよ。ただし全力でな。この左で俺は世界に行くんだ。はい、かかった。そしてまたもやりまで。タイミングを完璧に掴んでやがる。アカンブロックです。挑戦者の箱が跳ね上がる。これをまたしても耐えかかった。また箱を跳ね上げてやるぜ。もう何度サンドバッグを叩いただろう。何百回何千回気の遠くなるほど数を打ち込んだ。全てはこの一撃のために。挑戦者意地の一発。
ず天井を見てる。俺は倒れたのか。何もらったんだ。なぜ俺が寝てるんだ。わからねえよ。セブン。うわ、チャンピオン立った。立ち上がった。えい、ふらついてるぞレフェリー。構えてんだろうが。止めて。際どいな。ボックス続行だ。ダイヤツラウンド残り時間約1分。さすがだぜチャンピオン。俺の渾身の一撃だったのによ。一発で終わらなきゃ、二発三発行くしかねえ。聞いてるぞ畳だけど。タピア、さっきのパンチ上か。あれをもらってダメだ。ガードが上がった。左ボディが突き刺さった。クソ、上かと思えば下が来やがる。何が何だか分からんねえ。チャンピオンのフリッカーに当選者近づけない。右目が塞がってきて、野郎の左が見えにくいったらあれしね。構わねえ、救え。当選者肩から飛び込んだ。上のパンチだけはもらわねえ。上は勝て、下だ。上が開くまで叩き続けてやるぜ。当選者の徹底したボディ攻撃、チャンピオンをロープに詰めた。チャンピオンのガードを下げた。開いた。これをまともにもらったら全てが終わる。俺は全てを失う。泣くな組、泣くんじゃねえよ。挑戦者必殺の右が炸裂。お兄ちゃん、ドラゴンフィッシュブロー2発目。いやだ、いやなんだよ、全てを失うなんて。クソ、負けられねえんだよ。チャンピオン倒れない。少年なカレンチだ。今当たったのに。マシバは決して打たれ強くない。もう限界を超えているはずなのに、まだ耐えるか。技術云々じゃねえ、マシバの怖いのはあの勝利への執念だ。離れろこら。マシバ離れて、ブレーキだ。見苦しいぞ。早く離れろ。これでもチャンピオンかよ。レフェリー、決定しろ決定。離すな、マシマ。生き残れ。マシマ、ブレイク、限定するぞ。この。第8ラウンド終了。圧倒的な挑戦者のラウンド。チャンピオン、とりあえず命をつなぎ止めました。惜しかったぜ。クリンチされなきゃよ。いや、すげえよ。あいつ、やっぱりすげえチャンピオンだ。しがみついた手にすげえ執念感じたよ。そうだ、チャンピオンには底力がある。優勢でも気を抜くな。まずい、相当来てやがる。いいか、上下の揺さぶりに気をつけろ。ガードを固めて、聞こえてるか。セコンド。おい、マシマ。負けるな、嫌だ。マシマ、医者、行ってこい。さっき、ちらっとベルトが見えたよ。チャンピオンになって戻ってくるぜ。ラウンドライン。もう一発だ。ドラゴンフィッシュブローを当てれば必ず倒れる。これ以上勢いに乗せちゃダメだ。生き残らなきゃ世界もクソもんねえ。
アンジオン目指して右から入った。右で止めに来た。認めよう、こいつは最強のチャレンジャーだ。右のクンスイング倒しに来たか。強引に流れを押し戻しに来たぜ。打ち合いは望むところ、両目とも塞がりかけて距離感がねえのさ。ありがてえ展開だぜ。援軍中央、火の出るような打ち合い、両者まさに最後の力を振り絞る。木村は僕さ生命かけてんだ。崖っぷちの人間の怖さを思い知らせてやる。背負ってる重さが違うことを見せてやる。敵の打ち下ろしだ。これは効いた。無理やり立たせるようにアッパー。これは短距離の一生パターンだ。そう、倒れろ倒れろよ。大丈夫だよ、クミちゃん。マシは絶対勝つから。お兄ちゃんが弱気になってる。いつも強がってたお兄ちゃんが弱気に。あんな表情見たことない。見たことないよ。前のダメージが抜けねえ。イメージ通りに体が動かねえ。ちくしょう、こいつ強え。強えよ、この野郎。チャンピオンフレンチだ。よく読んでいた。下に守り込んでボディ入れるぞ。聞いている。挑戦者デルコは目の前だ。王者は目の前だ。今だ。嫌だ、負けるのは嫌だ。見えた、ベルコだ。この手が伸びければ歩いて後だ。負けられねえんだよ。届け。届いた。なんでだよ、届いたのに真っ暗だよ。ベルトも何も見えねえよ。キムラ！右と右の相打ち。しかし打ち勝ったのはチャンピオン、強烈だった。チャンピオン自身も信じられないといった表情。それほど際どい相打ちでした。達也くそったれ、紙一重だったのに。倒れじゃ。はい、決まりましたかね。先に当てたもん勝ちだったんだがな。こう描く木村のパンチと直線的なマジバのパンチ、軌道の差が出ちまった。そんな、まだ試合終わってないじゃないですか。右と右のカウンターだぞ。立てると思うか。おお、待ってくれ篠田さん。何言ってんだ。見ただろう、あれはまずい倒れ方なんだよ。だってあいつ最後の試合だって決めてたんだよ。せめて終わるならあいつの意志で。俺だってそうしたい。しかし取り返しのつかないことになったらどうする。んチックス。セブン。そんなバカな。エイ。立ち上がった。タイトルへの執念か、それとも本能か、何が挑戦者を突き動かすのか。木村、目を見せて。レフェリーが様子を伺う。さあどう判断する。続行なのかストップなのか。頼む、続行してくれ。止めろレフリー。最後まで
何度倒しても何度倒してもこいつは立ち上がってくる。もう息の根を止めるしかない。闇雲に突進してきた。ビビってパニックになってやがる。あの真島さんが怯えて。負けたら引退します。木村立て。木村さん行け。そう、レフェリーがチャンピオンを止めた。これはどうした？もう意識が。試合終了だ。拳を突き出したまま動かない挑戦者に終了のゴングが降り注ぎます。死闘の幕が今下ろされました。木村、木村さん待て、行こう。マシマ、こいつこんな冷たい汗を。もしあの拳が伸びきっていたら俺は今こ。君だ。篠田さん、まだ戦ってるんすよ。こいつ試合終わったことに気づいてねえから拳引っ込められないっすよ。まだ戦ってるんすよ。もういいんだ、終わったんだ。よくやったぞ。終わった。頑張ったな、トチヤ。最後まで見せてもらったよ。お前は立派だった。最高の息子だ。マシバ待てよ。勝利インタビューとかあんだからよ。勝利？帝王勝ちじゃねえか。主役ずらして居残っていたら恥かくだけだぜ。高村さん、青木、一歩、篠田さん、八木さん、会長。今日で引退します。本当に今までありがとうございました。長い間お世話になりました。決めていたことだ。もう二度と選手としてリングに上がることはない。あわよ。出かけてくる。出歩いて大丈夫かい？
ジムへ挨拶に行くだけだから。なあ達也、まだ花の名前を覚えるには早いんじゃないか。母さんたちまだ元気だからさ、お前ボクシングを決めたことだから。そうか。なんか寂しいですね。いちいち寂しがってられるか。引退してった人間は何人も見てきただろうが。そうは言っても木村は立派に戦った。そして第二のスタートラインに立ったのじゃ。笑って見送ってやるんじゃな。そうっすね。はい。親友だったら木村の分まで頑張るって気合見せやがれ。木村の分まで。おっしゃー、いやー、うわー、気合か。高村さんも本当は寂しいんだ。一方お前も気合だ。あ、はい。うわー、今引退したって実感がすごく湧いたな。カタクナでワンポか。名前がついてよかったな。お前ともなかなか会えなくなるぜ。元気でな。これから何すっかな。なんせ5年間もボクシング漬けだったからな。今までやれなかったこと、パッと。何すりゃいいんだろう。違う、ボクシングじゃねえよ。精一杯やったから、あれだけやったんだから。もうちょいだったな。もうちょっとこの手が伸びてりゃ、あと10センチ、いや3センチだったかな。3センチ、これっぽっちの差だったんだ。これくらい、なんで埋められなかった。たった3センチの根性が俺には足りなかった。本当は後悔してる。ずっとこの先ずっとたった3センチのために後悔し続けるのか。たった3センチ俺は一生引きずっていくのか。ギアだ。そんなの嫌だ。木村さん。よ、木村。お前引退したんじゃ。ええ、引退しました。じゃあなんで。木村達也は引退っす。だけど、いつの間に。木村。カタカナに改名して再デビューだぜ。ということで改めてよろしくお願いします。何を今さら。木村さん、引退するって言ってたじゃねえか。これいいのか。君仕方あるまい。おやら、ちょっとやめやがれ。これまさか。クミさん、お兄さん勝ってよかったですね。あ、いや、だからその木村さん。え、ああ、木村さん引退するって言ってたけど、ボクシングやめられなくて戻ってきたんです。ああ、あの久美さん、今日はどうしてここに。え、いえ、お兄ちゃん勝ったから木村さんが気になって。やっぱやめてやる。